私も。さっさとやりなさいよ。本当にいいの？今さら、もうお姉ちゃんのことを。ラムちゃん。わかってる。ほら早く。うん。それじゃあ行くよ。女神はもう3人だけになってしまったのね。はい。でもまさか残っているのがプラネティウヌの姉妹だなんて、あの2人には絶対できないと思ってましたのに。
あの、どうしましたの、チカ。お姉様は、お姉様はいなくなりませんわよね。もう私の前から二度と。安心なさい。私はずっとここにいますわ。はい。そのためにはあの剣を、そしてネプテューヌをこの手で。ようこそルビーの教会へ。いいえ、もう教会とは呼べないでしょうね。私たちが信奉するルビーの女神はもういないのですから。はい、ブランさんもロムちゃんもラムちゃんも私が。心は痛みませんか？あのような幼い子たちまで手にかけて。そんなの痛いに決まってます。でも、でも仕方ないのですよね。ゲーム業界を救うという使命のためなのだから。それは、私はあなたのように割り切ることはできません。お引き取りください。これ以上私がひどいことを言わないうちに。みん、来ちゃったね。うん、ここで最後。あとはベールさんを殺せば終わりと続くんですの？ベールさん、そんな言い方しなくてもいいんじゃない？あら、何か間違ったことを言ったかしら？あなたたちは私の命を奪いに来たのではなくて？それは、まあ、その…はい、その通りです。目が据わってますわね。無理をしているんじゃなくて？そんなこと。あなたには荷が重かったのですわ。もうおやめなさい。私が代わって差し上げますから。ダメだよそんなの。私たちの目的は犯罪神を倒すことでしょ。それが果たせるのならば誰が、なんて些細な問題ですわ。私たちはもう女神たちをこの手にかけてきたんです。今さら任せるなんてできません。私も今からあなたたち二人を手にかける。それで同等ではなくて。どうしても？ええ、私は死ねない。死にたくないの。妹のような子を一人残してなんてね。姉妹揃って消えるのなら心残りもないでしょ。さあ。ダメだってば。私はノアールやブランと最後に話をしたんだもん。だから責任が。私たちは二人で犯罪神を倒すんです。この剣に命を捧げたみんなの分まで。まあ最初から話し合いで済むとは思っていませんでしたけど、私には進んで命を捧げるような殊勝な趣味はありませんわよ。力ずくでもその剣を奪わせてもらう。それが嫌ならそちらも本気でかかってくることね。
正面から当てに行くわ。誰にしようかな。せい、私の番ですね。女神の力で、女神ネプギア、ここに参上です。あなたたちに私たちの邪魔はさせません。聞きませんわ。これ好き。よし、本気出しちゃうよ。変身完了。ビクトリースラッシュ。このターンで決めるわ。オプションで狙い撃つわ。これ以上ダージリンロンデン、まとめて貫きなさい。シレットスピア。やっと回ってきたのね。その動きお見通しよ。やるしかないんですね。ごめんなさい、こうするしかない。これ好き。相手は誰？クロスコンビネーションで切り裂くわ。誰にしようかな。えい、一戦。こんなの絶対に認めませんわ。楽しかったね。デレデレワー。さすがにやりますわね。ベールさん強い。一人なのにこんなに。まだやるの？当然ですわ。まだ私はこの通り生きてますもの。お願いします、ベールさん。これ以上は。なら、その件で私の命を奪いなさい。それとも、それは、やはりあなたには任せられませんわ。さあ、その剣を渡しなさい。まだよ、まだ、これから。もう体力の限界だよ。ベールしぶとい。ベールさん、そこまで。ですか？これ以上はこっちも無理です。あんたにその気がないなら、このまま戦っても無意味よ。一度引きましょう。はい、すみません。こっちもとっくに限界ですもの。このまま戦い続ければいずれ負ける。その時は。いいえ、絶対に負けるわけには。いいもん見ちまったな、女神同士で仲間割れなんてよ。誰？ベール様、本気でしたね。はい、ベールさんはきっと私よりも強い。また、あんたはすぐそういうことを。変なこと考えるんじゃないわよ。
そんなことは。でもこのまま戦い続けても拉致が開かないニュ。あんまりもたもたしてたら犯罪心も完全に復活してしまうですし。あれ？え？どうしたの？ベール様の声が聞こえた。あ、悲鳴だったよね。聞き間違いじゃないの？そんなことないよ。絶対ベールの声だった。多分。ベールさんもすごく疲れてたし、もし誰かに襲われてたら。ベール！やった。ついにやった。女神をこの手でぶっ殺してやったぜ！おっと、まだ息してやがったか。おいおい、勘弁してくれよ。そんな苦しそうな顔見ちまったら、人思いに楽にしてやんのがもったいなくなるじゃねえか。こんな形で。バーグ！したっぱ！あんたまた！おっと、戻ってきやがったか。遅かったじゃねえか。こっちの女神はもう虫の息だぜ。そんな、ベール様。これまでは見逃してきたけど、やっていいことと悪いことってのがあるわよ。何言ってやがる。てめえらだってさっきまでこいつをぶっ殺そうとしてたじゃねえかよ。それは、それを代わりにやってやったんだ。むしろ感謝してほしいくらいだぜ。私本気で怒ったからね。絶対に許さないよ。意気がってんじゃねえよ。知ってるんだぜ、てめえらだってずいぶん弱ってるってことはよ。これまでの恨み、まとめて晴らしてやるぜ！みんな、お願い！レッドちゃんのターン！私に力を貸して！任せてください！プロセッサユニット、装着！プロセッサユニット、装着完了！私にも本気出しちゃうよ。女神の力見せてあげるわ。遅い遅い、確実に仕留める。そこ、やりやがったな。そこ、このターンで決めるわ。見たこともない弾幕を見せてあげるわ。その綺麗な顔を振り返ってやる。決めてみせます。クソガー！みんなもゲーム業界もわっちゃわわ。この調子でもっともレベルアップ。クソ、まずい、このままじゃ。
しよう、タンタロウ。こんな、とこで、し、もっと早く、こうしていれば。ギアちゃん。ベール、しっかりして、ベールってば。ネプテューヌ。私としたことが、ざまあありませんわね。あんな三下に、ミスミスと。喋っちゃダメだよ。今手当てするから。必要ありませんわ。殺そうとしていた相手の手当てなんて、相変わらず、おかしなことをなさいますのね。それはそれ、これはこれだよ。あなたという人は、どちらにしろ、私は、もう助かりませんわ。諦めちゃダメだよ！今更ですけど、あの件で、私の命、奪ってくださるかしら。ベル！無駄死になんて、格好悪すぎですもの。だから、ネプテューヌ、お願いしますわ。ネプギア、剣を、貸して。うん。ありがとう。それと、チカのことを、よろしく頼みますわ。あの子は、弱い子だから。うん。わかったよ。それじゃあね、ベル。チカさん。何をしに来たの？ベールさんが、最後に言ってました。チカさんのことを頼むって。最後にですって。どの口が言うの？お姉様の言葉を最後にしたのは、どこの誰なのかしら？ねえ。ごめんなさい。謝ったわね。じゃあ自分が悪いと思ってるのね。だったらお姉様を返してよ。今すぐ。さあ！ごめんなさい。お姉様やっと帰ってきてくれたのよ。三年ぶりに。それは辛かったけど、まだ我慢できた。いつか帰ってきてくれると思えたから。でも今度は、二度と、帰ってこないのよ。返して、返してよお姉様を。さて、どこに行こうか。
ちは自分で選ぶんだにゅ。どこに行こうかな。どこに行くの。いろんなところがあるですね。行きたい場所はどこですか。私が決めてもいいかな。付き合ってあげるわ。好きな場所を選びなさい。どこに行くの。ゆっくり選べばいいの。お前早く決めろうに。付き合ってあげるわ。好きな場所を選びなさい。私が決めてあげようか。どこに行きたいの。私が決めてもいいかな。どこに行こうかな。どこに行くん。そうですか。他国の女神をすべて。その、本当にお疲れ様でした。ううん。頑張ったのは、ほとんどネプギアだから。それで、そのネプギアさんは？気分が優れないって、部屋で寝てるです。そうですか。仕方ないですね。一体、どれほどの心労を抱えているのか。想像もつきません。でもこのままでも困るのよね。あの子はこれから犯罪心と戦わなきゃいけないんだし。酷な話かもしれないけど。その前にもう一個やってもらわないとダメなことがあるんだよね。まだなんかあるの。みんなには先に話しておくけど。私とお姉ちゃんしかいなくなっちゃった。ノワールさんもブランさんもベールさんもユニちゃんもロムちゃんもラムちゃんも。本当にこれしか方法がなかったのかな。私、どこかで間違っちゃったのかな。って、ダメだよね。弱気になったら、また、アンエフさんに叱られちゃう。絶対に、勝たなきゃ。ここまでして勝てなかったら、何のためにみんなが。ネプギア？気分は大丈夫？お姉ちゃん、うん、もう平気。本当に？まだなんか暗い顔してるけど。そんなことないよ。本当にもうバッチリ。ねえ、ネプギア、ちょっとお出かけしようか。お出かけ？ごめん、今はちょっと。いいから、いいから。閉じこもってたら、ますます暗い気分になっちゃうよ。お姉ちゃん、引っ張らないで。うわぁ、懐かしいなぁ。昔、よくここで遊んだの覚えてる？そうなの？ごめんなさい、あんまり覚えてないかも。そっか。しょうがないか。ネプギアまだちっちゃかったし。うん。
静かだね、ここ。そうだね。それで、お姉ちゃん、特に用がないんだったら、私、やっぱり…うわ、待って！用はあるの。ものすごーく大事な用が。どんな用事？言っても、あんまり驚かないでね。うん、驚かないよ。それじゃあ、言うよ。実はね、ネプギアに命を奪ってほしいかなって思って。よかった、あんまり驚かなかった。そんじゃ、早速パパッと。驚いてるよ。驚きすぎちゃって声が。なんでそんなことしなくちゃいけないの？お姉ちゃんの命を、なんて。だって、私も女神だもん。あの剣の力を最大限にするためには、私の命も必要だよ。今のままでも大丈夫だよ。だから、お姉ちゃんと私の二人で。いざ戦うときに、力が足りませんでした、じゃ、ギャグにもならないんだよ。やれることはやっておかなきゃ。それは、でも、そうだよ。別にお姉ちゃんじゃなくても。そういうことなら私の命を捧げたって。一応それも考えたんだけどね、やっぱりダメだよ。なんで？この国の、この大陸のシェアをほとんど回復させたのはネプギアだもん。今は私よりネプギアの方が多くのシェアを集めてる。だからネプギアの方が可能性が高いんだよ。そんなことないよ。私よりお姉ちゃんの方が強いもん。ネプギアの方が強い、絶対に。でもできないよ、お姉ちゃんの命を、なんて。やらなきゃダメ、そう。無理、できない、できないってば。しっかりしなさい、ネプギア。何のために他のみんなの命を奪ったの？ゲーム業界を救うためでしょ。そうだけど、でも他のみんなのために絶対犯罪心を倒すって決めたでしょ。だったらやらなきゃダメ。お願いだよ、私だってゲーム業界を救いたいんだよ。そのために私ができることはこれしかないんだよ。お姉ちゃん大丈夫だよ、剣の中で私も一緒に戦うから。だからね。わかったよ。よかった、わかってくれるって信じてたよ。それじゃあ、いくよ。思いっきりドーンと来て。少しくらい痛くても我慢するから。うわ、いたー。思ったより痛いかも。お姉ちゃん、それじゃあね、ネプギア、一緒に頑張ろうね。消え
私、最初は、お姉ちゃんを助けるために旅してたのに。なのに、私の手で、お姉ちゃんを。お姉ちゃん。お姉ちゃん。お姉ちゃん。終わったのですね。イーソンさん。あの、お姉ちゃんが、私、この手で。ネプテューヌさんから、事前に話は聞いていました。だから、何も言わなくていいですよ。イーソンさん。うん。大丈夫よ。似合う？いい選択だね。いい選択だね。犯罪心のせいで。なんか人数が減って寂しくなっちゃったね。バカ、余計なこと言うんじゃないの。ギアちゃん、あの、私は平気です。さあ終わらせに行きましょう。全部。これが犯罪神マジェコンヌ。寝てるですか？チャンスニュ、今のうちに倒すニュ。なんか卑怯じゃない？寝てる方が悪いのよ。それに正々堂々なんて言ってられる相手じゃ。あ、もうダメかも。女神か。はい、あなたを倒しに来ました。肩払いたい。たった一人の女神が我にかなうと。
と思うか。絶対に勝ちます。他のみんなの分まで私が。たった一人といえど、女神は抹消すべき存在。よかろう、相手をしてやる。不完全な体なれど、貴様の相手には十分だ。少しは骨のあるやつが出てきたじゃない。レッドちゃんのターン。で行きます。活目してください。装着完了です。私の番ね。邪魔よ邪魔よ。私の番ね。そんな回避パターンで避けられると思っている。もう迷いはありません。手加減しません。この場合なら遅く。フォーミュラーエッジ。私の番だね。セイ。フェアッチ。この力、このターンで決めるわ。この弾幕がかわせるかしら。私に任せなさい。覚悟なさい。その目に焼き付けなさい。真まで来ない。この手、この力、これでとどめです。この程度、私の番だね。この程度、くらえい。この程度、こい。で、やられたいの誰。邪魔よ。この力、シンマレコーダ。このターンで決めるわ。そこね。やるしかないんですね。この力、この敵に見えるで。一撃ヒット。やっと回ってきたのね。ブラックレーベル、究極の弾幕を味合わせてあげるわ。とどめよ。オーバードライブ。
器が崩れる。みんなは私が守ります。なんか強くしてレベルはまた強くなっちゃうね。なかなかやりおる。だが所詮はこの程度。これだけ攻撃しても倒れない。ネプギア、あの剣を。はい。その剣は、あなたを倒すための武器です。そうか、貴様、他の女神を犠牲にしたか。だったらどうだって言うんですか。何人の女神の命を奪った。貴様以外全員か。友人も姉妹も、そして一人残されたのか。そうです、私以外は全員。だから私は絶対に負けられないんです。面白い、実に愉快だ。ならばその力を我にぶつけてみるがいい。言われなくても。はあ、抵抗せずに受け止めた。なるほど、我を倒すには十分な力だ。貴様の勝ちだ、女神よ。どうしてそんな、まるで自分から負けるような。この世界はもはや我が滅ぼす必要はない。誰に滅ぼされることもなく。そんなこと、あなたがいなければ滅びたりなんかしません。